どうでしたか練習。いや、もう彼やってないから。彼来たら今日見てただけ。いや、わからない。何しに来たんですかってさっき言ったら、パンダ見に来ました。パンダ横浜から。カメラ見比べると余計に固まって、本来のションツーが出てます。何席のおとつい3階から押してるから。家の中で3階から押してもらってね。肘が痛いんです。今日若い子のジャブ受けた時、ボーンってなって、うわ、肘痛いってできないわ。で、今日ダメというか、俺顔見たら分かるし。毎日スパッシュ。あと1回2回はちょっとスパッシュしたいな。自分もできたら明日、明後日やりたいと思います。ここは飛ばされるんですか。もちろん。マジか。ボゴしてみたいと思います。そんな感じで終わりでございます。シェシェ。今日は昼に空いた時間でそのラウンドスポンサーでも遊ぼうかなと。その話入ってくる。これで全く入ってこないです。3本勝負やっていきたいと思います。点数勝負して一番勝った人が一番負けた人に何でも言うことを聞かせられるということで、はい、じゃあまずはパンチパンチを同じ格好からやっていきたいと思います。まあ、うまいまではいかないけど、ほら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 、これ
勝負したら、これちょっと危ないな、本気で勝負したらみんな負けすぎないから、多分あの怪我して誰か怪我して終わってます。しゃべやすいでしょ。卓球部やったんじゃない。卓球部らしい、その後卓球部すごい、いいじゃん。得意分野やよ。よかったよかったよ。卓球の11点まで11点。普通とは知らんから。絶対やったる、絶対勝つ。これだけまして、格闘技で知り合ってるのにさ、パンチングマシンで負けたやつが多分最下位やと思うよ。でも最下位やん。いやあのブルースリーであろうが、あのいろんな格闘家が卓球やらない、あの格闘家って全然テクニックないって言ってるやんけ。言ってるやんけ。言ってるやんけ。知らない。結果発表、はい、1位オーランドさん、よっしゃー。パンチングマシン一番弱いよ。そんなわけない。それ以外、クレマと卓球は1位。そう。2位、チョン君。じゃあ、じゃあ、はい、あの夜の練習で。人生のテーマは挑戦じゃないですか。はい。だからそれをバンジージャンプで挑戦してもらえるかなっていう。バンジージャンプでねえで。あ、そう、まあ、ないんすか。いや、俺やってみたかったんですよ。あ、じゃあやろうやろう。じゃあやろう。よくあるある。日本一高いところに行った。それほんまに行くんか。ほんでな、それ言うのはええけど、ほんまに行くとこまでついてくるんか。行くぞ。じゃあ行こう。俺は全然怖くない。いや俺普通に行って、ハーネスとかつける前に、あ、もう普通にドン引っ込んでいいっすよ、ポン。強がるやつやな。進撃の巨人が見れますよ。ルーキーやつがほんまに行く。テンション高い。1位と高くて、テンション高い。